こっからバックライトにかけて黄色のラインが一直線になってるところがすごいかっこいいです。皆さんこんにちは、ジェイソン・オルゴブルダーヒュリーだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴスピードチャンピオンフェラーリ812コンペテツィオーネです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の3月に発売されたレゴスピードチャンピオンです。はい、今回はフェラーリを組み立てます。今回も箱の時点でめちゃくちゃ完成度が高そうなので、すごい作るのが楽しみです。はい、箱の後ろはこんな感じです。今回もオフィシャルライセンスシールがあります。こちらの定価は3300円でピース数は261個です。ではこちらのフェラーリ812コンペテツィオーネを組み立てます。まずは組み立てが終わりました。最近のレゴスピードチャンピオンの造形とかがすごいかっこいいですよね。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で35分かかりました。では今からこちらのシールを貼って完成させます。ちなみに今回シールは22枚です。ではシールを貼って完成させます。せーので、はい、完成、フェラーリ812コンペテツィオーネです。はい、完成しました。シールを貼ると黄色のラインが目立ちますので、めちゃくちゃかっこいいです。ちなみにシール貼りは10分かかったので、全部組み立てるのに45分かかりました。最近のレゴスピードチャンピオンは40分から50分ぐらいで作れるので、まあ平均的かなって思います。はい、まずはこちらのドライバーのミニフィグから見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになってます。今回はレーシングスーツじゃなくてジャケットになっています。そしてヘアパーツをヘルメットに付け替えることができます。はい、じゃあ続いてはこちらのフェラーリ812コンペテツィオーネを見ましょう。今まで作ったフェラーリって結構赤主体だったんですけど、今回は赤色だけじゃなくて差し色に黄色と黒色が使われています。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。じゃあ近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。僕はこれてっきりシールかと思ってたんですけど、これはプリントパーツになっています。グリルのこの部分についてはがっつりシールで再現されています。こっからバックライトにかけて黄色のラインが一直線になってるところがすごいかっこいいです。こういったパーツを使うことで色を再現してるところがとてもいいと思います。こういう三角のタイルパーツは結構よく見かけます。側面から見るとこのようになっていて、ちょっと個人的に残念だなと思ったのが、フェラーリのプリントパーツがなくてがっつりシールになっています。個人的に言えばこのプリントパーツ好きだったんで、ちょっと残念かなって思います。はい、そしてバックライトはこのようになっていて、バックライトのこの部分はプリントパーツになっています。側面のこちらのパーツもこの部分だけプリントで、この部分はシールになっています。そして僕個人的に作って思ったのが、このマフラー部分はなんとスプリングシューターになっています。こういう使い方がされてるところがすごい面白いと思います。タイヤが付いてますので、このように転がし走行で遊べれます。では操縦席部分を見ましょう。ちなみに操縦席はこのようになっていて、この部分はプリントパーツになっています。このプリントパーツ個人的に結構かっこいいなって思います。操縦席はこのようになっていて、ハンドブレーキとかの造形は全部シールで再現されています。ではミニフィグを座らせましょう。ちなみにこのフェラーリは最大2人まで乗せることができます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。
では最後にいろいろと比較しましょう。まずはこちら、じゃん。フェラーリ F40 トリブートと並べるとこんな感じです。大きさも造形も全然違いますね。あのちなみに言ってたタイルパーツはこれです。続いてはこちら、じゃん。フェラーリ F8 と並べるとこんな感じです。2つ並べてるんですけど大きさも造形もほぼ一緒ですね。では最後はこちら、じゃん。最近作った1970フェラーリと並べるとこんな感じです。大きさはほぼ一緒なんですけど造形が全然違いますので、なんか別の車に見えますね。はい、レゴスピードチャンピオンフェラーリ812コンペティオーネはこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオンフェラーリ812コンペティオーネを組み立ててレビューしてみました。このフェラーリは差し色に黒色と黄色が使われていて、でさらにこの黄色のライン一直線になっているところがすごいかっこいいと思いました。まあ個人的に言えばフェラーリの赤いプリントパーツがなかったところがちょっと残念だなって思いました。このフェラーリに使われているパーツが結構珍しいものもあったりしますので、パーツ取りとして買うのもいいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。